式会社ポケモンさんに頼み込んでスペシャルな課外授業をさせていただくことになりました。え、遅刻厳禁ですよ。だって遅刻暴れるちょっと呼び捨ておかしいでしょ。あ、来てた。暴れる校長ですから。はい、皆さん、今日はですね、駆け出しのみんなより一足早くポケモンスカーレットバイオレットをお二人にプレイしていただきます。え、プレイできるの？そのコースをしっかり学んでポケ立てにしっかり伝える、今日の課外授業の目的です。じゃあ、今日のポケモンはポケモンスカーレットバイオレット登場記念スペシャル。はい、まずはポケノコメンバーのゲーム最新作体験レポートをお届け。ポケスポケス株式会社ポケモンの松崎さんです。株式会社ポケモンの松崎さんがお手伝いしてくれるスペシャル課外授業、まずは最初のパートナーを連れて一緒に歩いてみましょう。うわ、感動の瞬間ですね。では早速私がプレイします。待って生徒がやるんじゃないの？いや、でもまあそうですね、ここは確かにヒカルちゃんにやってもらいましょう。いいな。うわーやべー、すげー、うわー歩いてる、歩いてる、いい、あ、これあれか、最初のさ、あのムービーで見たところのお家だ。うわー、これかわいい。 ZR のボタンを押してもらうと ZR 釣り歩きたいポケモンが出てくるので。おー、ガッツー、ガッツー、ガッツー出てるよ。ついてこれるか、ついてこれるか。うわー、かわいい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 、え、めっちゃかわいい。小さじの小道、いる、あ、グルトン、グルトンいるね。待って、景色見て。
強くなった。わーすごーい。クラッシャーしちゃうよ。わー、ここで見れるのか。おー、輝いてますよ。かっこいい。テラスドルしたホゲータ、炎タイプの技で攻撃する方法。ポケモンたちと一緒に楽しく学習ができちゃう。ポケモンたちと一緒に